ウィキパッチとは、ウィキペディアやウィクショナリー、ウィキクオートを、携帯電話やタブレットで閲覧するための、モバイルアプリケーションである。2009年3月6日に、テッククランチによって紹介された。ウィキパッチという言葉は、ウィキとポケットの造語である。このアプリケーションは、閲覧時に、インターネット接続する必要がない。25言語に対応しているが、テキストのみで、 画像は含まれておらず、英語版、Wikipedia バージョンは約 4GB の容量がある。データは送られたマイクロ SDHC メモリカードで読み込むか、インターネットからダウンロードできる。アップデートは3、4ヶ月ごとになっている。iPhone や iPod Touch に対応したバージョンが開発されている。現在はアフリカンス語、カタルーニャ語、中国語、チェコ語、デンマーク語、 オランダ語、英語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、インドネシア語、イタリア語、日本語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語、ベトナム語に対応している。ありがとうございます。